直さなきゃならんものにキリがないが、優先度が高いのは通信だ。 LMB の通信環境はいい。携帯電話やマイクロ波の基地局を確保している。 Wi-Fi まであるようだ。そろそろ俺たちのも修理したいところだ。キップスベイの多機能基地を調べるためにチームを送った。オンラインにできれば LMB の通信を傍受できるはずだった。順調だったんだが、ライカーズが現れた。チームがまだ生き残っていたら、連中を見つけて作業をする間子守りをしてほしい。そしたら逆に LMB の通信を盗み聞きできるかもしれない。やれそうだぜ。
縄張りに制服を着た奴らがいるぞ。この声が聞こえてるやつ、信号が見えたやつは屋上に向かえ。今光ったのは何だ？信号の強度を確認する試験用アンテナのようだ。エンジニアには何か考えがあったに違いない。三角測量か、大げさだな。まあ基準があるのはいい。死んだのか。装置を壊されなくて助かった。もしもし、もしもし、誰か聞こえるか。こちらジョン・リース。くそ、何やってるんだ。ここを離れないと。ここを離れよう。リース、こちらポール・ローズ。あのアンテナを接続しなきゃならない。そしてお前がその任務に選ばれた。分かったか。分かった。だがあいつらは怪物だ。きっと殺されて。ジョン、ジョン、深呼吸をして気合を入れろ。それが済んだらさっさと仕事を片付けるんだ。分かった。
戦場だ。俺が撃たれないようにしてくれると助かるがな。さっきは悪かったな。お前のおかげでうまく接続できた。エリア内に敵はいない。迎えの部隊を送る。大丈夫か？見事な改良ね。もっとお金をもらってもいいんじゃない？ベニティスを連れ戻してくれたりが、ジーガーの自宅だ。さあ、チームに乾杯しましょう。お前たちと一緒に働くのが楽しみだ。悪くない。この新しい装置できっと良くなる。よくやった。それできっと全体像を把握しやすくなるわ。誰なんだ？それに、お前たちのことは好きだからな。それはそうよね。
エーベルズでは大勢を残酷